ちは、マニです。マダです。店長です。マダです。本店の授業です。怒ってますよ、俺。マニさんに昔言われて、今の心に残ってることって、エキストラめっちゃ下手だねって言われたんですよ。よくも俺をエキストラが下手くそだとか言ってくれたな、おいおい。あんたらのやってみろ、こら。ミュージックビデオのエキストラってすごく難しいと思う。エキストラを決めたいと思います。わールールは簡単です。シスタージェットの曲を使わせていただきまして、その曲に、まあ、ちょっとしたお芝居を一人ずつやっていただき、電車のシチュエーションで船長が歌っている。で、その横に我々が入って、肩を、うん、こう寝ちゃってる人で、あ、すいませんみたいなお芝居をして去っていくっていうお芝居を皆さんにしていただきます。これをエキストラさんにね、当日説明してささっとやってもらうわけですエキストラでやるお芝居じゃないのでは関係ないっすよ、今キャストじゃん。関係ない、下手くそだったやつ、つまりノットエキストラをは勝つです。半熟言ってくれ。俺らの中でお芝居ができなかったやつはカスです。いいですか、すごいね。ノットエキストラはカスなやつということです。皆さん、そんなやつの意見なんか聞かなくていい。エキストラのお芝居ってね、やっぱりこう、うん、メインより目立っちゃいけないじゃないですか。それがどれだけ難しいか、それがあんたらにやれんのかと俺言いたいんですよ。実際やってみて実感してほしいと、はい、そして感謝の気持ちをより新たにせよということですね。そうですね。でもさ、そもそもそのさっきの話で言うと、はい、そのエキストラにやっぱやばいやばい、怒っちゃうエキストラにお芝居とか頼むのはダメっていうのがやっぱあるんですか、そういう業界では。線引きとしてはこう歌ってて喋ってるぐらいなことはエキストラであって、はいはい、船長にこうやって寝てる状態で船長が何だろうってこう見たりするぐらいの絡ませ方はキャストなのではっていう気はしなくもないんですが、エキストラのお芝居がどれだけ大変か、私たちでやってみましょう。エキストラを開始。じゃあ今このダンスダンスダンスで歌うと、でダンスダンスダンス明けで肩乗っちゃう、で、あ、すいません、で降りてくるでしょ。もう一回聴いていいですか。まだですね。うん、下回しちゃって肩に乗っちゃう。あ、すいません、最寄り駅だ。さあ、はい、よろしいでしょう。じゃあまず一人目、エントリーナンバー1、野田ちゃん。乗ります。僕は一応ボーカルの役。はい、じゃあ、はい、じゃあエキストラのお芝居いきます。音出まーす。カット。オッケー。見たいね。どうなってるんですかね。結果は後ほどみんなで見て、乗ってまーすってことか。はい、そうです、はいはいはい、面白いじゃないですか。これってみんな同じ風にやんないとダメなのか。選手権だから。選手権だから。エントリーナンバー2番、加藤マニ選手。ではエキストラを参ります。お願いします。音出まーす。オッケー。確かに難しいね、指示出される。でもみんな2人とも違ってよかったですよ。ではお待たせいたしました。なんか全然普通になっちゃいそうだな。ボケてもええで。YouTube ってそういうことだよ。まあまあボケなくて大丈夫、ね、ストレートにやりましょう、はい、エントリーナンバー3番、船長。音出ます。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、俺が余計なことした。いや、すいません。いやいや、よかった。すいません。いや、でも、いや、面白いか。うん、こういうエキストラ、クビですからね、佐田先生。はい、最後音からは配信音がします。あ、すいません。エントリーナンバー、和田裕太郎。正直申し上げますと、はい、私のエキストラ経歴で言えば、連ドラいくつかもやりましたし、世にも奇妙な2時間サスペンス、いろんなエキストラの芝居をやってきました。すごいですね。なので、正直皆さんとはレベルが違います。なるほど、はい、わかりました。じゃあ、音出まーす。ごめんなさい、ちょっと待って。なんか一番エキストラへの感謝新たになりそうじゃん。すみません、ありました。エントリーナンバー4番、話題、参ります。カット。
はい、ミュージックビデオっていうのはセリフを使いません、はい、つまりあの映像だけで大丈夫なんです、はい、映像だけで見たら多分僕が一番いい、なるほど、間違いない。見てみましょう。撮影終了しました、はいはい、お芝居お疲れ様でした。お疲れ様です。そして皆様の中から大変悲しくはありますがカスを決めたいと思います。それではエントリーナンバー1番野田選手のお芝居から見てまいりたいと思います。それでは音を出しスタート。うまっ。ナチュラル、まあ、経験がありますからね。うまっ。うちとら経験が、いや違います、この状態になったことがあるんだ。なるほどね。なんか日々リスペクトを持って、はい、エキストラさんと接してるんだろうなっていうのがにじみ出てたよ、君の芝居から。ありがとうございます。よし、よくやった。ではエントリーナンバー2番加藤真理選手ですかね。はい、はい、真理さんなんかもうね、エキストラなんかもう何百人何千人と演出してきたわけで、演出してる側はできないと。では見てみましょう。エントリーナンバー2番加藤真理選手のお芝居です。ハードル上げるな。なるほど。加藤真理選手のお芝居でいうとちゃんと船長が、うん、え、なんだこいつっていうのが、とりあえず見てしまった以上一回じっと見ていて、で、うん、駅に着いたっていう感じになってます。なるほどっすね。そういう意味では、うん、僕 もう勝手に自分の中でコンセプトはおそらくあって、うんうん、もしこれが僕がボーカルでね仮に歌ってるんだとしたら、はい、その周りの背景はない状態で歌い続けてるっていうことなんだろうなとなんとなく思ってた。だからよかった。隣で何が起きてても反応しないっていう体だよなって勝手に思ってたわ。つまり我々にはこう祖母があったわけですね。そうですね。なるほどですね。なんだこいつっていうお芝居を入れたっていうところはやっぱりポイント高いなと。それエキストラみたいな。まあまあ濃いですけども素敵なエントリー2番でしたね。ありがとうございます。なるほど。皆さんプランを持ってやってくれてるっていうのは素敵ですね。マニさんの芝居はこうなんか使いが分かってる、うん、分かってるみたいな感じがなんかありますよね。いいってこと？鼻につく場合があるってことです。さあやってまいりました問題の。俺は見てなかったですけどやっぱりちょっと変なことしてるなという感じがしておりました。なんか変えてみたいなとは思った。なるほどですね。エントリーナンバー3番船長のお芝居です。どうぞ。リアルに電車ほんと眠くなっちゃう時って結構さ片方じゃなくて両方に行かない、はい、寝ちゃうとさこっちに行ってさこうってなってさ今度結構こっちに行ってたりするなと思ったのふとこの瞬間に思い出した、はい、船長のいいところはそれかもしれない。2人はやっぱこっちにしか行ってなかった印象があって、そうそう、まあでもこうあることによってやっぱりそういったリアルな芝居の仕方っていうのもあるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。でも一つ言えるのはやっぱメインの役をやってきた人の芝居でしたよね。あ、そうそうそう、エキストラにしてやっぱね、あまりにもこう表現し馴染んでない MV を撮られる側の方が多いわけですから、まあ、しょうがないししょうがないんですけど、この企画においてはもしかしたらカスになるかもというところで、はい、では最後私ですね。私は昔数々のエキストラをやっておりましたので、皆様のクソみたいな芝居なんかに負けるわけがございません。というところでエントリーナンバー4番またゆったり行ってみましょう。どうぞ。反回答だ。ありがとうございます。僕のまあまあ印象だとこれこそ表現力高すぎじゃないですか、うん、
思うことがあってミュージックビデオのお芝居される方ってね、どうしてもなんとなくサイレントでする人がいいけど、はい、別に俺は声出していいのにって思うんですよね。あ、なるほど。まあ音であれされちゃうですからね。ここどこ？その方がよりリアルなお芝居になる可能性はありますよね。はい。ということでですね、皆さんのお芝居を見てまいりました、はい、悲しいことでございますが、私たちの中で一番お芝居ができない、最もお芝居が下手くそなやつ、最もお芝居ができないカスを決めたいと思います。決める方法なんですけども、指差しにですか？一番良くない人を指させばいい。そうですね、はい、自分以外だもんね。でもね、自分が一番良くなかったとは思ってないな、正直。今回の大会はエキストラ王です。役者王ではございません。以上を踏まえて、では結果発表に参ります。ではせーので、お芝居が良くなかったと思う人に指をさしてください。では参ります、せーの。え、マジでこれお互い差し合った方がおもろいってのは分かりません。お笑いとか見ないですか？もう一回やってみよう。もう一回変わるかもしれない。分かりました。じゃあもう一回頭にすり込みますよ。お芝居が下手うまいじゃないんです。エキストラとして背景に溶け込むようなお芝居ができていなかった人に指を差します。うん、せーの。私がやっぱ一番気になったのは、肩こう寝るっていうところまでの動きが一番行こうとしちゃってるかなって思ったんだよね。もうなんかタイミングだなって思っちゃってるような感じがするってことですよね。そうそう、あとちょっとその好きな人にかしげるかしげ方をしているような感じがしたの。なるほどですね。でも表情とかの評価はしてます？こんな辛そうな顔の人横に置きたくないな。俳優としてだったら最高なんだけど、この曲のエキストラにおいてこの表情が適切なのかって言ったらちょっと疑問符がついてしまう。なるほどですね。もちろん僕はその、ってやつが、ここどこ？嫌いだった。きっしょ。意見としてきっしょ。何嫌いだったんですか？単純に嫌い。すいません、一人ルール分かってないです。すいません、一票消しますんで。船長はどうですか？ほら、逆に船長、誰がいいと思うか。二人はやっぱりナチュラルだなってすごい思う。ね、何がそうさせてるのか知りません。和田さんのこの後半部分のこのおっさん感がやばいじゃないですか。うん、酔っ払っておっさん感、うんうん、ちょっとエキストラにしたら派手すぎるということなのかな。うんうん、やばいこの動画ちょっと、まあせっかく1時間ぐらいですかね、やらせてもらったんですけど、まあ別に流すかどうかさておき、とりあえずまあ締めの方までやりたいと思いますけど、まあちょっと私が貸すということで、まあ貸すかという結果になりました。皆さんも臆することなくエキストラにぜひ参加してみてはいかがかと思います。俺たちは貸すとか思わないですから。そうですね。あとやっぱり丁寧に設定とか伝えないとこうなっちゃうっていうことだから、やっぱ俺たちのもう面倒くさがらずに、ちゃんと何駅分行き過ぎちゃったかもとか、その起きた時に目は合うんですかとか、歌ってはいない設定なんですかとかっていうのをちゃんと伝えないとこうなっちゃうぞってことですね。なるほどね。おしまい。またやろう。